さあ今日もじゃあドリームルーレットガチャ回していきますか。って言ってもほんまにもうないんやけど、なんかね、でもコメントとかによく書かれるのがこのルーレットというかガチャで限定でなんかね、吹雪姫の色違い、百鬼姫とはまた違う色違いが出てくるらしいねんけど、それがねプリーチーコインなのかな、一生出てこないですけどね。寿司コイン全部終わらせるか、いらんしな言うて残してでも意味ないから、ちょっと終わらせますか寿司コインとか。金、まあ多分ダブルかな、基本出てくるやつ一緒っしょ。あーまあ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 、この辺が出やすいんかな、むしろ赤の方がいい説ない、このコインなあ。まあまあだって持ってないもんな、多分トパニャンとかこの辺の宝石系、まあこいつらあれやねんけど連動の方出てくるんだけど、ちょっと寿司終わったな、天ぷらコイン行くか。じゃあ次、赤の方がいい説ある、マジでこれは割と赤の方が持ってない妖怪が出てくる可能性がある。サファイニャン持ってたっけな、宝石系も持ってんやったっけな、基本的に。でですね、今回はですね、あのこのボロ屋敷でさ、この前行ったやん、これあのスズメのやつが行った時のクエストで行ったんやけど、この横よな、ここがあの何なんやろうと思ったんやけど、ここ三国志の連動で開けるらしいのよね。でも連動したから多分こう生きるようになったと思う。お前のニューニャン兄弟が来たようだに、ようこそずらと。ここがそうやね、三国志の連動で。おお、やっぱそうか。何やったっけ、コマさん、何やったっけ、孫権、ジバニャン劉備、ウサピョンなんちゃら、あもう覚えてないわこの辺のやつら、ジバなんだよね。なんでそんな変な格好してるの。変な格好とは失礼だにゃん、れっきとした武将の格好だにゃん。ジバニャン劉備、コマさん孫作、あ孫作や、ウサピョン中達、誓いのおまんを持っていたら俺たちの力を貸してやるにゃん。え、じゃあ俺と一緒に来てくれるの。でも条件があるずら、ミーたちに宿る武将に力を認めさせる必要があるだに、武将たちにもプライドってもんがあるにゃん。おまん一つで釣られるわけにはいかないだに、俺らたちと勝負するずらよ。さ、3人まとめてか。あ、一気に、あ、そうなんや。手加減をしないずら、ミーの采配を見せてやるだに。あれちょっと待って、でもさ、あとな、クローニの、え、クローニなんてっけ、孫、え、クローニなんちゃらと、あと、冬にゃんのおやつらも、いるはずやねんけど、どこにいんやろ、ここじゃないんかな。そして、こいつらは、え、チョコボ、ソフトクリーム、ドーナツ、今一番あるのは、ソフトクリームは、ない。ドーナツがギリある。で、チョコボは、チョコボも、ある。あ、じゃあチョコボ行くか。禁断の果実1個あんねんけど、まあ別にこいつらに使わんでいいかなっていう。うん。あの、一応禁断の果実もね、持ってるんすけど、まだね、そんなに大量に手に入ってるわけじゃないから、割とね、慎重に使っていきたい。それこそ他にもヒーロー妖怪が結構いろんなとこにいるらしくて、そいつらに使っていきたいのよね。あ、待って、超ラッキーやったのにもったいないことしたな。ヒーロー妖怪がいるらしいんで、いろんなところに、そいつらに使っていきたい。あぶねー。ちょっとブラスター溜まってないねんな。でも買っちゃうよな、これ。ブラスター溜まってから、倒してほしいねんけど、ちょっと待って。チョコボをあげたから、ジバニャ以外に狙ってほしい。ちょ、まず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 。危ない。でも死にはせへん、でも。死にはせへんけど、めんどくさい。めんどくさい、こいつら。地味に強いやんけ、やっぱ S ランクやし。まずウサピョンを倒して、ちょっと待って、お前死ぬ、殺すな殺すな、オッケー、ブラスター溜まった。これで、夏希来い夏希。あー、めっちゃ動く、こいつ。ハト。おーい、これマジで選べるようにしてほしいわ。こういう時のさ、ダメージマジでいらん。てか、ダメージボス以外で基本的にいらんねんけど。まあでも言うてこれあれか、ハートが来てたとしても難しいか。あ、こんだけ動かれると難しいな。オッケー、もう常にモテモテを入れるようにしてます。こういうことでもあろうかということで、はい。あ、モテモテコン、この前ゲットしたんや。それ持たせるの忘れてた。ちょっと
また持たしとこ、モテモテに。オッケー、さあ来るかな。あー来ないか。でもこのタイミングで来るやろうな、来るときは。門芸本当の戦じゃなくてよかったずら。この中達を出し抜くとはなかなかやるだに。武将が宿ってるからってちょっと甘く見てたにゃん。もうまん食べて一休みするにゃん。あーやっぱそうよな。ちょっとあれは他の2体は冬にゃんと黒にもいるはずやね、どっかに。ここか。肉まんが屏風をウィス。やっと肉まん、これで通れるぞ。さあここか。なんかね、調べた感じで2階にあるっつってたんけど、2階ってどこやねんと思ってずっと探してたらここですね。でこの上に、あ、いる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 、あ、いるいる、3体いる。ウィスパー孔明と冬にゃんなんちゃらとクローニ呂布、こいつらも3体行きか。あれウィスパーとどうしてんの、その変な格好。変な格好とは失礼な、れっきとした武将の格好でウィス。そうだぞ、今の俺たちには武将が宿ってるんだ。俺は桜国の青き英雄冬にゃん曹操。ウィスパー孔明、クローニ呂布、3個の肉は持っていたら俺たちが力を貸してやろう。え、ほんと？もちろんただとはで、ただとは言わないがな。そうでウィスね、いくら鈴木くんとはいえ私たちに宿る武将に認めてもらう必要があるでウィス。俺としてはすぐにでも力を貸してやりたい。だがここは飲み込んでくれ。さあ俺たちとの勝負だ。もしかして3人同時なの？これさ、合計6体も追加されてんじゃん、三国志のキャラから。すごっ。これすごいな。合計6体か。これ全員集めるの大変そうやな。で俺さっきのさ、あ、この BGM か。さっきの戦いで俺思ったんやけどさ、あのこれがあったわ。この辺使っていくかな。あ、すき焼き御膳とか、これもあのどの妖怪に対してもものすごくあの懐きやすくなるっていう神アイテムなんで。でこれはクローニ呂布を狙ってほしくない。もうワンチャンブラスターでいけるんでね、もう一回。てかこいつらも使えるのすごいな。いいな、三国志連動でクローニ呂布。ないな、でもクローニ呂布ってあんまりストーリー出てきたイメージないけど、俺赤鬼の方が出てきてたくない？あれ、どうやったっけ。いや、なんか俺赤鬼の方がストーリー出てきたようなイメージがあんねんけど。お、やばい、エンマ大王が死ぬぞ。だから変にね、でも必殺技使うとね、こうこうこうっすか。変に必殺技使うとさ、倒してまう可能性があるからさ、あんま倒したくないね。あ、これは一緒なんや、ど根性ストレートニック。技は技変わらずで、ブラスター。さあクローニどれぐらい動く。あー、これとプリッチでいけんな。ハート来い、ハート頼む、ハート来い、ハート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 。おい、もう全然ハート来へんやん、ゴミすぎ。こうやったらじゃあ何でもええわ。いや待てよ、クローニぶつけよ。おい、ハート来てほしいのに。この後じゃあさ、ちょ、冬にゃんにもあれ投げてみるか。すき焼き御膳多分投げれるっしょ、回復してんじゃない。でも OK、 これで一応ね、すき焼き御膳投げておきましょう。あ、これハート来たら熱いよ。パクパクパク。あ、もうなんで、うざうざ、マジでワンチャンハートやったら熱かったのによ、ボケが。あー、来ないわ。やるじゃないか。まさかこの両方を倒しちまうとはな。今回はそちらに勝たせてあげたでウィッス。くっそだる、あのさすらい玉ワンチャンハートやった可能性あんのに。それ駄菓子屋になんか追加されてないかな。あ、駄菓子じゃない、くじ引き、くじ引き、くじ引きで景品見てみよっか。んー、あー、呪いの花子さんのあれか、最後に引いたでしょう。でもいらないね。いらんな別にな、引く必要ないなこれな。あ、そうや、あの1個言われたんがヘーゼル単位艇で、どこやったっけな、どっかにね、地下に行ける、もう一回地下に行ける場所があるらしくて、その地下にヒーロー妖怪がいるらしい。どっから行くんやろ。でもこれ、あ、ここか。こっから地下に行けて、でこう地下にね、ヒーロー妖怪がいるらしいねんけど、どこにいるのかは分からへん。あ、いた、いたけど逆じゃんよりによって2分の1外してんねんけど。おお、黒金千本来た、いらんけど
まあ持ってなかったかな、まだ黒金千本は。さあ来た。あーこいつか。これもう禁断の怪獣使っちゃうか。おや君か、ズル博士どうしてここに。何、屋敷の妖怪どもが悪さをしていないか、ちと様子を見に来ただけさ。ここの屋敷の妖怪はいたずら好きが多いようなんでな。へえそうなんだ。あ君、今時間あるかね、少し我が輩の話に付き合ってくれないか。これクエストか。ヘーゼル隊員邸の地下に潜り任務をこなしていたゼロ博士、興味を持ったものしか研究しない。ジューナ博士の新たな研究とは。レベル5じゃったらいけるかな。そういえばこの屋敷に初めて来た時ゼロ博士に襲われたこともあったよね。あれはびっくりしたよ。ああそんなこともあったな、あの時は悪かった。あれってパトロールしてたの。いや、あれは依頼を受けてな、屋敷の調査に来ていたんだ。調査。そうだな、君たちには説明しておこうか。少し長くなるかもしれん、改めて声をかけてくれるかね。ほう、え、なんかえ、もなんかあんのかな、またこの屋敷で人イベントが。じゃあなんやこれは、何のイベントがあるんや。あの時屋敷にいた理由だが、実は時計屋の主人がこの屋敷から不穏な容疑を感じたらしく、屋敷に住む少女を守ってやってほしいと依頼されて調査したんだよ。あーだからあれか、それがあの名前出た、なあベティちゃんみたいなやつか、ベッドの下から出てきたやつ、ちょっと名前忘れちゃったけど。え、そうだったんだ。君たちが原因かと思ったが、戦ってみてそうじゃないと分かってね。どうなるか面白そうだと思ってじっくり観察することに決めたのさ。もしかしてずっと俺たちのことを見てたの。全然気づきませんでしたね。そう簡単に気づかれるようでは妖怪ヒーローは名乗れないからな。見ていてなかなか面白かったぞ。面白かったって、助けてくればよかったのに。途中で危なくなれば手助けするつもりではいたさ。それにしてもあの時から思っていたが、君は相当面白い人間だな。改めて話してみて興味が湧いてきた。君を研究してみたくなったぞ。え、よし、もう一度我が輩と戦おう。君のデータはまだ大いに不足している。そしてもし君の中に戦うだけでは解明できない魅力があるとすれば、その時は君についていってさらに研究を続けさせてもらうぞ。ヒーロー妖怪がスイ君のお友達に。ゼロ博士、わかった、俺バトルするよ。あ、シンプルにここでバトルか。まあこれ果実使いますか。1個しかないですけど、ここまで来るのめんどくさいんで、こういうめんどくさいやつには果実をどんどん使っていく。三国志の武将たちはあそこに行ったら毎回戦えるからそこまで難しくないんだけど、ここに来んのはちょっとめんどくさいんで、もうね、もう果実をしっかり使っていきましょう。でから、はい、これでこれでボコボコにされたら悪けるけどこれでボコボコにされたら悪けるけど果実使ってめちゃくちゃ普通に負けたら悪けるけど。え、何これ、なんかめっちゃダメージ食らってる。こいつ毒やばいやん。おい、こいつの毒やばいぞ。ちょっと待って、シャレならんかも。これ動け動け、お前やばいぞ、こいつ毒がクソ強い。クソ強い毒が、こいつの毒強いぞ、やばい、やばい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 。結構痛いねんけど毒が。なんかこういうスキルでも持ってんのかな、こいつ。いや俺もうこれ先仕留める、もうこれ先仕留めろ。ダメージダメージダメージやぞ、ハートいらんぞこういう時に。もういらんって、マジで、お前マジでふざけんなよ、マジで終わってる、このブラスター、このブラスターマジで終わってる。必要な時に必要なものが来ない、いらんねん。禁断の鍵使ってんねん、これ絶対なんか裏で確率操作されてんねんけど、これ店員さんに確率操作されてる、絶対見てるこれ俺の動画。ずるすぎる、それは。そんなダメじゃない、そんなことやり始めたらな。俺が果実あげてからな、ハートとかやり始めたらもうそんなんでもありやんな。死ね、やべえ、ちゃんとって、ちょっとちゃんとって、まずい、やべえ、ちゃんとって、またほんまにあの果実使ってっから死なんといて。こうしよう、でこうしよう、つなげてつなげてつなげる。これやばない、こいつ取り付いた初手半分ぐらい HP 持ってくれるのやばくない、これいかれてるくない、こいつの能力なんなんこれ。でその後も継続的にダメージ食らうしよう。
やばいってこれ、ほら取り付いただけでこのダメージやで。これこいつが強いというよりこの取り付きが強すぎる。あぶねえ。まあまあオッケー、これで絶対仲間になるから。クソ強いやんけこいつ、なんやねんマジで。しかもそんな経験値もらえんし。きつわー、ズル博士。ゼロ博士、こいつの名前はミスターホワイトにします。こいつなんか解放条件とかでもあんのかな。時点のなさそうかな。オッケー、まあゼロ博士のもう一体の色違いを持ってるからな。おい来た、天ぷらの方か。なるほど。うむ、実に面白い。もっと君のことを研究させてくれたまえ。研究って、まさかボス以外に興味を持つ相手が見つかると思わんかったよ。ボスってサキちゃん？あ、妖怪ヒーローなんてものをやってるやつがいるって知ってな。どんなやつかと思って会いに行ったら彼女に出会ったのさ。彼女は実に面白い。圧倒的な強さに求心力、それにどこかの誰かさんとは違って真面目腐ったこと言わないしな。スカイシャリマンとは相性が悪いんだね。あそこはやっぱバチバチなんや。我が輩は面白いものが好きだからな。君も我が輩を楽しませてくれたまえ。うん、これからよろしくね。まさにヒーローって感じはないビス、ないでビスが。心強いお友達ができましたね。実験やヒーローとしての活動がない間いつでも呼ぶといい。力を貸してやる。きたー、マッドなヒーローゼロ博士。あと何体ぐらいんやろヒーロー妖怪は。ちょっと久しぶりにイカダ行ってみる。多分俺まだイカダで行けてない場所結構あると思うねんな。でイカダのパーツもね結構ゲットしてきたんですけども、特にでもなんか、あ、スピード上がんのいいな。あ、これ強っ。コスモセイル、スピードとコントロールバカ上がるやん。オッケー、これで行ってみるけど、行けてない場所って他にどこあったっけな。あんま覚えてない、分岐点あんま覚えてないぞ。まずここの分岐点ちょっと覚えてない。マップが欲しいねんな。マップ欲しいわ。右行ってみて、マジで覚えてない。あれ、あそこって壊し行ったことあるよな。ここ壊し行ったことあるよな。ここ多分壊し行ったことあんねん。あ、もうやばい、覚えてない。真っ暗な洞窟コース、これ何コースぐらいあんにゃん。ちょっと待って、ここ熱いんちゃう。ここまだ行ってないでしょ。こっち多分行ってないんじゃね。真っ暗な洞窟のここあれ行ったっけ。待って、いや多分行ってないような気がする。マジでどこ行ってどこ行ってないか覚えてないぞ。いやでも多分ルート変わったと思うねんな。これ連チャンはきついやろお前それ。いや結構岩あるやんけ。結構岩あんぞこれ。壊すタイミングむずいねんこれ。壊すタイミングむずいねんこれ。でコウモリもね結構な量いるからだるいねんな。あ、来た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 。でもゴール近い、ゴール近い。どけどこ、あ、絡むんだお前。お前そこで叩く以外の仕事ないから絡むんなや。おい、で今貫通した。今絶対イカダ大破した。これイカダがさダメージで壊れることってあるのかな。こんだけダメージ受けててもさ、正直多分全部食らっていってもさ壊れへんと思うねんけど今のイカダ。これイカダ壊れたらどうなんの。しかも溺れて死ぬ、もしかして。そこでケイタ死亡で終わりさあ。え、ここ来たことないよな。一発目洞窟入って右側の岩砕いてその先ってことあんねんけど。うわっ、おやっぱ来たことねえ。この人誰？モズク先生。ワカメとあれのまた新しく出てきたような。ワカメと昆布とメカブの。こんなところまでよく来たね。わしはモズク先生、普段踊りの練習をやっておるのだよ。ただね、教える側も常に己の技を鍛え続けなければならないのだ。生徒に誇れる先生であれるようにね。というわけでたまにここに来てこっそり踊りの特訓をしてるんだよ。よかったら少しわしの特訓に付き合ってくれないかね。お肌がヌメヌメになると好評のわしの特訓やってみるかい。これあれか、1日1回バトルかな。なるほどね。いつもよりヌメヌメマシマシの全力で生かしてもらうよ。めちゃくちゃ卑猥やんこいつ。え、これってさ、禁断の果実こっちに使った方がよかったかもしれない。これ毎回ここ来なあかんってことだろ、こいつゲットするには。そばねえよ、そばなんて。あ、
そんなこと関係ねえ。そんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。懐かしい小島よしお。関係ないんでね。それでいいでしょ。あなた、そばより。そばよりそっちの方が絶対いいでしょ。さあ、妖怪ブラスター、セット。さあ、これはですね。もう結構動くね。いや、これマジでプリチ、プリチじゃない。夏木来い、夏木。マジ夏木来て。もう一回ピン、もういらんねん、マジで、おい。マジでこれゴミ、このブラスター。選べるように調子。これ、なんでこれルーレットにしたんやろうな。仕打ちの時、つつくだけで済んだのに。これだけちょっとね、不満点っすね。まあ、でもこのブラスターでハートを増やしたところで、どれぐらいの確率上がるか分からへんから、あんま変わらんような気がするけど。さあ、これでいけたらいいけどね。一応ね、モテモテには、モテモテコンボ持たしてます。なんで、まあ、なる確率は結構高いけど、3がそもそも結構なりづらいかなっていう仲間に。来い！ああ、マジか。ほほ、素晴らしい踊りだったね。いつも以上にヌメヌメできていい得になってありがとうね。また特訓しに来ておくれ。あ、終了だよ。安西先生。安西先生。俺、ダンスがしたいよ、安西先生。じゃ、次は、右側行ったから、まだ右でもまだ行けてないとこあるかもしれんけど、次、左側にもなんかありそうな気すんねんな。でも自分でストーリーでどこ行ったか覚えてないから、ちょっと感覚頼りになるんですけど、多分あいつ、ああいう感じで、最後のゴール地点に、このイカダ限定の妖怪がいるって感じなんかな。あれ、これさ、右か左。いつも左行ってたよな。一回右行ってみっか。ストーリーの時は、左行ってたような気がする。ん？なんか来たことあるような、来たことないような。あんま覚えてない。あー、来たことあるわ、ここ。あー、ここあるわ。あんまないんかな、イカダで行ける場所。あと、どこなんやろ。おい、次、ノランポニー峡谷の方行こうかなと。こっちも多分、なんか分岐あったよな、ちょっとだけ。この辺はね、でも。一人で一回しか行ってこない、覚えてないのよ。お、なんだここは。あれ、なんかここちょっと雰囲気違くね。黄色い旗。あ、な、ちょっと待って、なんか、ま、マップ来たやん。あ、違う、これノランポートや。じゃあここからや。あ、ってことは、あー、やらかした。あの先に行かなあかんねや。じゃあで、ここやね。ここをわざと無視して越えてって、この先か。でも何も見えん、何も見えん、何も見えん、何も見えん。早いし、顔の流れもクソ早いし、何も見えへんし。どうなってんのこれ。で、オッケー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 。待って、なんかすごいわけわからんことになってる。これ飛べるやん、ここ。謎の岩。なんかあの滝怪しくね？な、あの滝怪しくない？うわ、まだ分かれ道あんの、これ。え？あの滝怪しいよな。ジャンプ台があそこにあって、で、明らかに滝が逆流してたんよ。行かせんように、そっち側に。あれ多分スピードマックス加工にしないといけないんじゃないかな、あの滝行くには。なんかそんな感じする。あそこ、あそこ一回、あそこ一回降りたい。オッケー。おお、お前。あ、ニャーケービーの写真どうやってここまで持ってきてんと思ったけど、ちゃうかったわ。あ、待って、ここ乗ったらマップ見れるやん。ほら、下んとこあれじゃね、やっぱり。ほら、これ下側絶対滝の奥やって。あれ絶対滝んとこ行けんやって。赤石でできた遺跡。え、何ここ。え、こんなとこあったっけ。バスターズトレジャーのところ。バスターズトレジャーぐらいしか想像できんねんけど、あんなところ。いや、あれ滝の裏絶対行けんな。なんかめちゃくちゃ怪しかったもんで、今マップ見た感じ、さっき岩砕いて右側来たけど、あれまっすぐ進んでも多分結局同じところ、ここの、ここが最終的なゴールなのな。いやー、あの滝怪しいけどな、まだないやんな、スピードマックスまで上げれる。ここやんけ。ここやん、赤い遺跡って。ほら、あった。どこやねん、こんなとこ見たことないわと思ったけど、ここやったわ。
さあ結構早ない。ほい、あーやばい、あやらかした。これ失敗したらどうなんの全部。ほい、え、マジ、あ、失敗したら戻んにゃ。これむず、これちょっと待って、むず、これむずいぞ結構、これむずい、むずい、おじさんにはもうできないよ、おじさんにはもうできないよこれこれ結構むずいやこの結局宝箱は、宝を全部集めたらどうなるとかもまだ分かってないからな。ひたすらほんまにお宝がもらえるだけで、別にこれを換金できたりするわけでもないのよな。次何もらえるのこれ。おお、真珠、マーメイドの貝。このマーメイドの貝の上のやつはこれ絶対日本人形な多分な。でその横はドクラやな多分。ここはこれぐらいか、中入れたりすんのか。ダンシングスター、入れへんか。ほんまに、ほんまに遺跡があるだけ。あ、ほんまに遺跡があるだけや。いやーこれイカダも強化してあの滝の裏行きたいな。絶対なんかあると思うねんな。